やってまいりました。神奈川 TV。はい。はい、ね。本日、リポーターを担当させていただきます。いや、僕、美濃島って言います。で、はい、私が、タータンと申します。はい。今日はですね、茅ヶ崎駅南口から徒歩15分のところにある、国道134号線沿いにある、海沿いですね。そうですね。はい、リキリキデリというお店に来ております。それでは、早速、中の方に入ってみたいと思います。はい。はい、こんにちは。こんにちは、失礼します。失礼します。わ、おしゃれやね。おしゃれ。いや、でも、中、あったかいね。いや、あったかいね。あったかいね。寒かったからな。はい、ね、うん、外見て、これ、貝殻とかね。いや、もう、しゃれてますからね、もう。はい、もう。奥行きも広いしね。ね、広いね。早速、店長の橋本さんにお話をお伺いしたいと思います。はい、はい、こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。はい、店内とても広いんですけれども。そうですね、もう、1階の方はハワイアンの雑貨なんかを中心とした、はい。はい、課題付けになっておりますね。はい、なるほど。お土産とかもいっぱいありますもんね。そうですね、雑貨とか、はい、あとケーキとか、まあ、ジュースとかも売ってますし。あ、こちらの店内のコンセプトみたいなのはあるんですか？はい、そうですね、やっぱり海、目の前が海なので、はい、海とか癒し、はい、あとハワイを中心とした、コンセプトになっております。あ、はい、それ海近いですもんね。もう景色も最高ですね。はい、やっぱ皆さん海を楽しみに来ているので、はい、海を、なんですかね、癒しの空間っていうか BGM を流したりとか、はい、ゆっくりとした時間を過ごしてもらうっていう。この中にいるともう癒されそうだね。いや、もう癒されるけどな。はい、本当、はい、いや、もう昼と夜とですね、はい、なんかイメージが違うと聞いたんですけれども。そうですね、料理の方が3種類ご用意しておりまして、はい、まず11時半から営業オープンで、2時までがランチメニュー、で2時から6時までがライトメニューですね。で、また6時以降、はい、メニューが変わります。あ、3種類あるんだね。全部食べたいね。はい、全部ね、楽しみだね。はい、それでは早速ね、料理の方をいただきたいんですけれども、はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。楽しみですね。いや、楽しみですよ。いや、見てください、これまたアクションシーンにも持ってこいのような階段。いや、普通の階段と思いますけども。うわ、めっちゃ綺麗。うわ、すごい、なにこれ。うわすげえ、この綺麗な水平線。海を見てくださいよ、海を。すごいね、これ。やっぱ2階の方がやっぱり景色がいいんだね。眺めがいいね、うん、すごいですね、これ。やっぱ雨ということで海も荒れてますよ。今日はちょっと残念ですけども、ね、残念ですね。晴れてたらめっちゃ綺麗と思いますよ、ここ。最高ですね、こんなところでご飯が食べられるなんてね。いや、もう幸せですね。いや、幸せ。料理が楽しみですね、これは。いや、本当ですね、はい、それでは早速いただきたいと思います、はい、思います。これもうなんか倒しちゃいそうで怖いんですけど。手でいっちゃいましょう。手でいっちゃいましょう、これ。はい、これ剥がしちゃっていいんですか？あ、大丈夫です。はい、一本ずつなってるんで、はい、それをガッと外してもらって。ガッと外して、はい、お、倒し、はい、そうですね。で、下のソースをちょっとつけていただいて。どれがおすすめですかね？あ、もう全部見せてもらって。はい、全部、ちょっとなんかせっかくなんで汚しちゃうんであれですけど、見てください、これ。はい、じゃ、生春巻きです。はい、で、このソースですね。あ、こちらのソースですね。ごまチリソース。はい、うわ、美味しそう。結構辛いんで気をつけてください。辛いんですか？はい、はい、いただきます。うん、甘い。甘い、甘いですね、これ。へえ。店長、これ中は何が入ってるんですか？エビとアボカド、はい、あとルッコラですね。ルッコラです、はい、うん、シャキシャキしてて口の中に広がりますね。ああ、はい、いいですね、美味しそう。ピリ辛ソースもさっき甘いって言ったんですけど、うん、口の中にファーって広がってとても美味しいですね、うん、後から辛みが広がってくるみたいな。うん、後から辛みが広がってくる。あ、そうなんや、うん、辛いの平気？辛いの平気。辛いの平気。では、いただきます。はい、うん、うわ、ジューシーでしょ。エビプリプリ。プリプリでしょ、もうめっちゃうまい、うん、なんか、あ、言うてるの分かる。うん、後から、後から最初ちょっと甘いね。そう、後からだんだんと辛くなってきて。でしょ、でしょ。なんか野菜の、うん、なんか、なんていうんでしょう、エキスとこの辛さがちょうど混じって、マッチって、うん、めっちゃうまいね。それじゃドリンクもいきましょう、せっかくなんで。あ、そうですね、はい、いただきましょう。これ、POG ジュースです。 POG ジュースです。はい、はい、下がってミックスさせてもらって。あ、混ぜるんですね。トロピカルフルーツ。美味しい、これ。よ、マジで。うん、トロピカルフルーツみたいな感じ。そうですね、はい、POG、はい、パイン、オレンジ、グアバ。フルーティーですね、はい、やっぱハワイということだけあって、うん、フルーティーです。そうですか。本当にフルーティー。そうですか、フルーティーですか。フルーティー、口の中に広がってね。いや、僕もいただいてよろしいですか、うん、失礼します。それ混ぜなくていいんじゃない？あ、これ混ぜなくていいやつな。混ぜちゃいましたね。いただきます。ブルーハワイですよ、これ。はい。あ、広がるな、一気に。広がる、広がる。なんか、めっちゃ広がって、うん、なんて言うんでしょう、ブルーハワイって口で説明するのめっちゃ難しいですね。難しい、難しい。けど、なんか酸味が効いてて。酸味が効いてて、なんか飲みやすいですね。飲みやすいね、うん、
これブルーハワイってはい、なんかどうしても青ってイメージがあるじゃないですか、はい、これが緑なのがやっぱりそうですね、はい、でちょっとまあパインジュースも多めに入れてて、はい、あとレモンジュースで酸味を効かせた、あ、レモンジュースで酸味を効かせた、はい、そんな酸味なんですね。そうですね、ココナッツシュリンプのハレアカラといって、はい、エビにココナッツのフレーク、はい、もうエビなんですけども中が、はい、にココナッツのフレークをつけて衣にして揚げたものですね、はいはい、ああ、はい、ココナッツフレーク、これすごい人気なんですよ、うち。あ、そうなんですか、はい、こちらもうとりあえず食べてみて、一押しです、はい、はい、いただきます。これはどうやって取ればいいですか。もうガッとほぐ、ガッとほぐっていただいて、ガッといっちゃって、下のソースがエビチリに、はい、生クリームを使ったソースなんで、はい、これもちょっとまあ若干辛いかなっていう若干辛いです、はい、若干ですね。ちょっとかけまして、はい、いただきます。サクサクしててあれですね。そうですね、はい、はい、周りのやっぱこのココナッツが、はいはいはい、はい、後からピリッとくる。おお、そうなんや、はい、そうですね、このネギもね、うん、はい、いいですよ、もうこれ一応いっちゃってください。これ、あ、いいですか、はい、店長、この赤いのは何なんですか。これビーツと言いまして、はい、赤大根ですね。赤大根、はい、皆さんの大根です。ちょっといただきます、はい、攻略するの難しいでしょ。いやちょっとべっとりつけてもらって、べっとりですか、べっとりいっちゃってください。これじゃあべったりつけまして、こちらのタレには何が入ってる。いただきます。エビチリですね。エビチリ、はい、生クリームを合わせたソースになります。おいしい。エビチリと生クリームのソースだって、めっちゃおいしい。なんかこの赤大根も、赤大根一緒にセットで食べて、ね、赤大根を乗せてこういっちゃってください。これ口の中に広がる、これは。お前、食べにくいと思ってたら。あ、ほんとだ。いただきます。これ、ココナッツが効いてますね。ほんとに、うまっ。エビとココナッツのコラボですね。そうですね、はい。あ、赤大根が、赤大根がシャキシャキしてるシャキシャキしてる。コメントが難しい喋りにくいな、うん、シャキシャキしてますね。いよいよメインディッシュが登場しました。はい、いよいよですね。ステーキですね、こちらは。はい、店長、はい、ポークリブのアリーステーキ、はい、フォークリブですよ、はい、はい、こちらソースはマンゴーマスタードソースですね、はい、マンゴーマスタード、はい、あのうちパシフィックリム料理なんですけども、はい、その代表的なソースですね、はい、ハワイすごく有名な料理法ですね、はい、では早速いただきたいですね、はい、マンゴーとマスタードですよ。いやー、想像つかないね、組み合わせがね、うん、なかなかこの分厚さがすごいもんね。分厚いでしょこれ、本当に。俺下手くそだな、これ全く。ちぎったね。じゃあ早速ソースをね、うん、ちょっと多めにちょっと思った。これ何ですかこれ。これグージエルといって、グージエル、はい、はい、中生地にチーズを練り込んで揚げたものですね、はい、へー。これあの火山イメージしてて、これ煙に見立ててるんですよね。あ、そういうことなんですね、はい、火山をイメージして煙だそうですね、はい、でアリっていうのは王様って意味なんで、はい、ハワイ語で。あ、そうなんですか。はいはい、あ、クリブのアリステーキなんで、はいはいはい、へー。僕もうクエッチョンって意味だと思いました、ね、いや、そういうことではないだろではいただきたいと思います。はい、うん、どう、これもプリプリ。あ、プリプリしてんの。プリプリしてる。ソースどう、合ってる。そうですね、うん、マスタードとマンゴーがね、こう、うん、ミックスしてハーモニーえ、どんな感じなの、どんな感じなの。え、食べてみる。じゃあ奇跡を生み出してる奇跡を生み出してる、奇跡を生み出してる。じゃあ僕もちょっといただこうかな。はい、はい、どうぞ。はい、いただきます。うん、美味しいでしょ。なんか、うん、肉が、肉が弾ける、弾けます、肉が。わかる、この表現。なんでパチッといく、そうで、マスタードとかまたうまいことね。なんかね、うん、マスタードが最初に効いて、効いて後で、あの、うん、甘みというか酸味というか、うん、乗っかってくるみたいな。あ、後付けね。そうそうそう、はいはいはい、うまいことなんか肉汁と合ってんねん、うん、ジュワーってね、混じり合ってんねん。美味しいですよ、これは。めちゃめちゃ美味しいですよ。これはおすすめですね。やっぱさすがメインなだけありますね。うん、そうですね、はい、これ人気なんです、僕。わ、ご一緒にいかがですかみたいな。サクサクしてる、これ。サクサクしてる。うん、うん、またごまも効いてるでしょ。うん、うん、おいしい。おいしい。もうポロポロこぼすね、もう子供じゃないんだからさ、もう。すごいね。これはロコモコですか。そうですね、ロコモコ、はい、有名ですね、はい、有名なとこですね。一番有名な料理ですね、はい、わー、これまたご飯がこう可愛くね、ちょんちょんってね、ちょんちょんって乗って、ね、その上に卵が乗っかって、乗っかってますよ、可愛らしい。はい、それでは早速いただきます。はい、はい、
ただきます。でじゃあやっぱお肉からいきましょうかね。お肉から。そうですね。はい。こちらやっぱまたタレがかかってますね。これそうですね。こっちグレイビーソースですね。グレイビーソース。はい。すごい人気なんですけども、ソース。はい。じゃあいただきます。卵を崩して。卵を崩しましょうか。じゃあいいですか。ご飯もまとめて。いいですか。もう混ぜてもらって。崩しちゃいますよ。もう。はい。うわあ、ごはんとろとろと。とろとしてもこれ、うん、ロコモコの食べ方ですよ。これが。うん。うん。身が引き締まってますね、これ。はい。そうなんや、うん、こちらソースは、なんか和風な感じと言いますか。そうですね、グレービーソースなんで、はい、まあ、はい、肉とか野菜とかで出したソースですね、はい、これは今までのピリ辛とはちょっと、ね、あ、もう全然違いますね。あ、そう、はい、うん、打って変わってるってね。いや、はい、いただきます。はい、どうぞどうぞ。どうですか、これもうめっちゃいける。めっちゃいけるでしょ。身が引き締まってるっていうのが、なんかギュッとね、お肉がギュッと入ってるんですよ。そう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 、ギュッと、うんうん、でまたこの卵とね、卵とお肉と、うん、あとソースとの相性が抜群でしょ。これわかる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 、 分かる、うん、めっちゃ美味しい。これご飯ともやっぱ合うしね。いや、ちょ、もうちょっとちょうだい、うん、もうちょっとって。これめっちゃ美味しい、うん、欲張ってるわこれ。海が見え、広々とした空間、美味しい料理が食べれて素晴らしい癒しの空間がございます。はい、海に来た際はぜひお立ち寄りください。さあ、店長最後にですね、はい、コメントの方一言お願いします。はい、茅ヶ崎に遊びに来た際はぜひあのリキリキデリ寄ってください。お待ちしております。はい、ぜひぜひ寄ってください。それでは店長最後にですね、はい、お約束のポーズがあるんですけども、よろしいですか。はい、はい、お願いします。はい、じゃあいきますよ。はい、せーの、神奈川 TV